はい、こんにちは、スーです。村子さんがつぶやきまして、昨日に引き続き近日開催予定の留学誌イベントモンスターの図鑑画像をご紹介しますとのことです。はい、今ねつぶやき待ちなんですが、昨日ねこちらフェノンとかミナカとか、あとはまあ新武器なんかのね情報が出て、で、明日は新たに登場するモンスターをご紹介しますのでお楽しみということでした。まあなので今日は新キャラがね見れるかなと思います。はい、ということで来ました、まずは先日の公式放送でも発表しました新モンスター、ビオーネです。はい、こちら変身が可能ですと。見ていきたいと思います。はい、こちらですね、星6のキャラクターです。これは何の楽器なんですかね。はい、まずリーダースキルね、変身前水5個以上、まあ、変身前のリーダースキルはいいか、覚醒がスキブ3、あ、八枠潜在ですね。スキル22ターンで、自分以外の味方スキルは3ターン貯まる変身と。まあなのでスキブさえ満たせれば実質スキブ6みたいな感じでね変身まで持ってきますね。変身先こんな感じになってます。まずリーダースキル、水を5個以上つなげて消すとダメージを半減3コンボ加算、水闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が20倍とダブル軽減リーダーですね。さらに覚醒、暗闇耐性プラス回復度量が2つ、無効貫通に 10C10CLGLG と。はい、 10C2 個持ちに無効貫通、さらに LG 火力覚醒はもう十分ですね。さらに回復度量もあって回復力も漏れると、暗闇耐性プラスもあってスキル封印耐性もあると、覚醒はもう申し分ないですね。めちゃめちゃ強い。バインドだけないんでそこだけ武器でつけてあげればもう完璧な覚醒ですね。さらにスキル4ターン消せないドロップ状態を全回復、全ドロップの6個解除し水闇回復ドロップに変化と。あ、これ強いね、めちゃめちゃ強いね。 L 字も持ってるからロイヤルオークの消せない回復要因として1枚ぶち込むだけでだいぶいいんじゃない。6解除に3色時にも持ってるから花火とかの対策にもなりますし、これはありですね。4次元なんかはね消せない状態してくる敵が多いんで、てかまあ覚醒無効をしてくる敵がいないので、こいつ1枚入れとくだけでその辺のギミックいけるし、これはめちゃめちゃいいんじゃないか。22ターンの変身3ターン変質もロイヤルオークであればね全然いい感じに働きますし、これはもうロイヤルオークに入れましょうみたいな感じですね。めっちゃ強いと思います。まあリーダーではなくてまあオークのサブですかね、使うとしたら。はい、ということで、ビオーネでした。強いね。はい、さらに、ビオーネはアシスト進化も可能となっております。そしてビオーネの初入手時には留学士ドロップ2の着せ替えドロップが解放されますと。見ていきたいと思います。ビオーネのコントラバス、コントラバスっていうんですねこの楽器は。覚醒は水たこ焼き、スキル封印耐性、チームの回復強化が2つと、スキルは12ターンで、10ターンの間水ドロップが6状態で落ちてくる、2ターンの間ダメージを激減、属性吸収を無効化と。ダメージ激減、属性吸収無効2ターン、なるほどね。まあたこ焼きの覚醒がついてるんで、さっきのロイヤルオークと相性いいねっていうやつとはちょっと変わってくるかな、使いどころが。10ターンの間水ロック、2ターンの間激減、属性吸収無効化。まあやれることは多いですね。覚醒がたこ焼きとかスキル封印耐性でもう割となんか使いどころが決まってるんで、スキル封印が足りないパーティーとかですかね、使うとしたら。で、着せ替えドロップは解放されるけど教えてはくれないという感じか。はい、そんでその他留学シリーズの詳細は明日改めてご案内させていただきますのでお楽しみということです。これは違うな、パズラモンスター総選挙投票しましょうってやつですね。はい、ビオーネでした。いや、これ強いですね。ロイヤルオークがまた強くなりました。なんか正直ね、最初出た時はなんかロイヤルオークちょっとノーチラスに比べて弱い弱いみたいな言われてましたけど、最近はなんかちょっと立場逆転までいってるか分かんないけどね、なんか強化されて3コンボ加算とかになったから、あの辺りからちょっとロイヤルオークが結構来てますからね。これビオーネの登場で割と環境トップぐらいまでいったんじゃないか、そのぐらいですよね。でもマジで強いと思うわ。いやー、いいですねこのスキル。やっぱりね、オークとかあの辺はなんだろうね、ロック解除しながらの変換ではないので、盤面全ロックされた時に、ドロップがないと軽減、まあ半減が張れないみたいなことになったりするんで、花火対策にもなって消せない状態も回復できる、これは相当強いと思います。回復力も漏れるしね。いやー、ありだな、強いの出ちゃったなこれ。まあとりあえず本日の情報は以上ということです。はい、ということで、それではね、また明日の情報も楽しみに待ちたいと思います。はい、それでは皆さんね、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもねぜひぜひ残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。